届きそうです。気温は今日よりも上がり25度前後、汗ばむ陽気となりそうです。西日本は朝に雨が降っていてもだんだんと天気は回復傾向、お昼頃には西から日差しが戻りそうです。東海から東北南部では通勤通学の時間帯から雨が降り、ザーザーと強まることもあります。ただ夕方以降には次第に降り止んでいきそうです。日本海側、北陸から東北でもにわか雨やにわか雪にお気をつけください。北海道は日本海側で朝から雲が多く、にわか雪の可能性があります。まただんだんと全道的にまとまった雪が降りやすくなります。遅い時間ほど積雪の増加にお気をつけください。気温は今日と同じか西日本では少し上がるところもありそうですね。日差しの有無で体感が変わります。服装選びにお気をつけください。以上、明日のお天気をお伝えいたしました。今日も一日お疲れ様でした。